写真拡大演歌歌手、森まさこ、60。いかなる心境の変化が芸能界からの引退という決断。至らしめたのか。写真セーラー服姿の。森まさこ細谷小学校2年。まちゃんです。3月11日、地元、宇都宮。公演の幕が上がると、ピンクのつなぎを身にま。とい、赤いランドセルを背負った少女が図鑑。図鑑と登場。大声でたどたどしく挨拶すると、会場は爆笑の渦に。約50分間に及ぶコントが始まった。1971年、13歳でスター誕生。日本テレビ系の初代グランドチャンピオンに輝き、翌年先生でレコードデビュー。山口百恵、桜田淳子と花の中三トリオと呼ばれ、歌謡界を席巻。 NHK 紅白歌合戦に当時最年少の15歳で初出場を果たし、27歳で司会兼トリも務めた森まさこのステージは、4年前から激変していた。何かがプッツンしたんでしょう。頭の血管が何本か切れちゃったのかもしれませんね。笑い。初めてあの姿で出入った時、お客さんは、どうしちゃったんだろう。ってポカーンとし、ていました。それでも気にせずやり続けていた。ら。定着していったんです。ベランメイク調でま。串立て、八代亜紀などの歌真似も取り入れる。コントは、どのように生まれたのか。芸能活動を休んでいた20年間。ファンの方同士が集まって昔の雑誌などを見て、当時を懐かしんでくれていたそうです。復帰。あとも笑顔で温かく迎えていただきました。そんな皆さんにどうしたら楽しんでもらえるか。日夜考えていたら、スタッフに普段のまさこさが一番面白いと言われて、その言葉がヒントになって始まったんです。とはいえ、新境地に至るまでは苦難の連続だ。1986年に結婚を機に引退するも、2005年に離婚。3人の男の子を抱え、生きていくために翌年現役復帰したが、厳しい実が待ち受けていた。主婦の時はこもり、歌すら歌わなかったので声が全く出ませうでした。復帰後も、テレビで歌うと昔の森まさこと違うねという声が間接的に耳に入ってきて、悔しいし、情けなかった。ほぼ毎日必死にボイストレーニングを続け、初めてカラオケボックスにも行きました。自分の映像を見ながら歌うのは不思議な経験でした。ね、笑い、追い打ちをかけるように2007年から更年期障害に苦しみ、2009年には子宮筋腫と子宮頸がんが見つかり、翌年子宮全摘出手術に踏み切った。暗闇の谷底に突き落とされたような日々だった。でも、病気を乗り越えたことで、死生観が変わりました。人間いつか必ず死ぬの。だから、笑って過ごした方がええだなと。笑顔で、いれば周りも幸せになると気づきました。子供、たちが仕事をするようになり、肩の荷が下りて気持ちが楽になったのかもしれませんね。長男はワンオケロックの高。3. 男はマイファーストストーリーのヒロとして、それぞれロックバンドのボーカリストとなって、日本武道館を満員にする人気を誇る。近年、森
自身のステージに2人のファンが増えているという。年配のお客さんが多い中で、若い女の子がうちわに高ママ広ママと書いて声援を送ってくれます。本当に嬉しいことで、還暦を迎えた昨年10月、引退を決断。週、過去には突然のように見えるが、森の心には秘められた思いがあった。40歳を過ぎた頃から、早く60歳になりたいと考えてました。実際になってみると、子供も巣立った。し、自分の肩の力が抜けて、これから新しい人生が始まる予感がした。引退はすべて一人で決めました。スタッフに止められましたが、一度こうと決めたら得ない。見た目と違って、頑固なんです。現在、年末まで全国120箇所、超に及ぶツアーの真っ最中だ。往年のヒット曲から最新曲までを歌い上げる姿には、絶望と喜びを経験した者だけが持つ人生の深みがにじみ出る。体はすごく疲れますが、お客さんに拍手をいただくとスーッと浄化されて、まるで魔法をかけられたようになります。優等生ぶって歌っていた昔と全然違うねと、褒められると嬉しい。残り9ヶ月、今まで支えてくださったファンの方々のために、全身全霊を込めて、目の前にあるコンサートを駆け抜けていく。今はそれしか頭にありません。森昌子。1958年10月13日生まれ、栃木県出身。1971年、スター誕生。日本テレビ系、初代グランドチャンピオン。1972年7月先生でデビュー。1983年、越冬ツバメで日本レコードを最優秋歌唱賞を受賞。1985年の NHK 紅白歌合戦では、美空ひばり以来史上2人目となるベニソ司会とトリを兼任。1986年に結婚のため引退、2006年に復帰。近年も精力的に新曲を発表。昨年10月よりスタートした森昌子祝還暦コンサートは12月まで全国120カ所以上です。アーチュー撮影、佐藤俊和取材、文岡野誠米印集。カンポスト2019年4月12日号。